OK、91.8% まで来たぞ。92%、 あと 8% だぞ。あ、丸が、おい、地獄みてえなテーブだな、丸がよ。とりあえず高レベルの丸が探しましょう。130が2体？どっちがいいかな。血流してない方にするか。130、ゴー！テーブ開始でーす。それでは一旦拠点に戻りましょう。あ、やっぱヘイト取っちゃった。ヒエノードにヘイト取っちゃった。ちょ、殺しに行くね、俺は。オッケーオッケー。オッケー。あっつ！やばいやばいやばい。炎もろ刺さりした。炎もろ刺さった。あー、クソデッパいいんじゃん。ぶっ殺さなきゃ。あー、まずい。まずい。連れて行くまでが大変。あ、ダメージがありすぎて。ちょっと待って。ファック！まずい。あ、ちょっと待って。まずい。あ、やばい。フレンドルファイヤー一回しちゃってもダメだもん。もうフレンドルファイヤーできない。やばい、俺死んじゃうよ。オーマイファック。いや、きついよなこれさ。まあ、今のはディノプテクスに乗ってなかったからあれだったけど、まあ、乗ったとしてもさ、あのさ、クソ出っ歯とかさ、懐に入り込むじゃん、ちっちゃいから。あれ、ディノプテクスが手出せないんだよね、あそこまで行かれると。さ、アザース。マルチプレイだから、これリカバリーこれできてるからね。これマルチプレイじゃなかったらロストしてますからね、これね。あれ、もしかして死んじゃった、さっきのアマルが。アマルが消えたんかい。メッシュしたかな。 ありがとう。さ、どこだっけ、崖下どこだっけ。なんかさ、もう一体いたよね、画面端に。あ、135。あ、そっちの方がレベル高いじゃん。あ、そっち行くじゃん。これ拠点近くないと結構大変っていうのが露呈しております。金属のボードに喧嘩売ってる。めんどくさいな。ってことは、あれか、スムーズにあれできないな。ちょっと待てよ。ぶち込んでんな。あー、やーば、これ。えーぐ、これ。あー、ボードに引っかかった結果、これか。どうしよっか。そうだね、片方殺そうか。95の方殺しましょう。どっちが95のビッチですか。ドーン、フォッ、オーケー。で、解散。ここで一回解散。全員結構離れてくださいって感じですね。で、俺も恐竜をしまって、てかさ、これ一回ヘイト取っちゃったからさ、さっきのさ、さくらちゃんも一回ヘイト取ったらさ、えらいことになったから。はい、145いた。はい、ニトネの方行きまーす。一回ヘイト取ってるのめんどくせえから、ニトネの方行こう。来たぞ、さくらちゃんがもう一回来たぞ。とっかい、ひっかい。141号さん、大丈夫それ。ちょっと待って。141号さん、ちょっと。141号さん、俺の股間は、バジルスクだって言いてえのか。ふぅ、童貞が、なかなか言うね。ふぅ、俺、あ、ピーヨン入った。あ、またジョナサンくんの安心フィルターに引っかかってしまった。健全な。似たね先輩、どこですか、座標を教えてください。あー、ごめん、書いてあった。ごめん、あの、バジリスクに夢中で見ようとしてた。ごめん。88.5、65.9。いじらずには得られなかった、あそこはもう本当に。オッケー、145いたので、これいきますか。わー、まずい。チラコリオと喧嘩になっちゃった。これはよくないですね。わあ、これどうしよう、これ。コンパウンド棒くらい。オッケー。コンパウンド棒で殺そう。お、ナイス。お前、勝ったじゃん。強い。もういいから。もう、ヒエノドンはいいから。もう、ヒエノドンはやめよ。バカ、ちょ、俺が死ぬ。やばい、こいつ。こいつも死にかけなのに、殺し合ってる。あー、お前、ちょっと待て。一回、テイムのあれだけさせろ。ちょっと待って。あかん、こいつも。こいつやばすぎる。殺意丸。あかん、モロクがいる。やばい。もうあかん、こいつ。一生殺し合ってる。わぁ、キリ。ちょっと待って、これやばいって。これどうしようもない。ちょっと待って。うわ、これ、
あれできない、テームのあれができない。足撤収。これやばいな。これさ、そもそもさ、安全なアマルガを探すところからが始まるよこれ。今のマジでどうしようもないぜ今の。やっぱ前の女とより戻すか。やっぱお前が最高だったわっていう感じでいこう。やっぱりお前、ちょっとお前、お前のこと忘れらんねえからさ、ちょっと一回ちょっと俺の芋食ってくんね。芋からちょっと一回始めよ。芋からちょっと一回いいっすか。あれか、アマルガ、あ、あれか、あれっぽいね。え、血だらけなんだけど大丈夫かあれ。おい、なんか知らんけど血だらけのやつと仲良くなったわ。あ、これあれだ、テームスタートすると、仮テームスタートすると HP 回復する。なるほど、オッケー、とりあえずこれでいこう。そしたらじゃあディノピテクスで引いていこう。もう先導して、もう俺が全員殺していくわ、目の前にいるやつ。え、すいません、間違えて、あのスタンプしたら当たっちゃいました。攻撃範囲が広いのよスタンプ。恐竜でやるとマジでフレンド、あー、いいね、ナイスナイス、その作戦いこう。それいい、それ最高。あの雪袋で回復で固めといて、これでいこう。で、この真上だから、痛い、こうやって迂回して登っていくしかない。とりあえずあそこのトラップまで入ればあれだから、あ、餌状態来た。ちょ、待って、餌タイミング来ま、あー、てかいいや、餌タイミングこのまま行くわ。餌タイミングだとヘイト引かないから、攻撃的にならないから、戦闘モードにならないから、このまま行きます。で、トラップ入れたらあれにします。あー、やばい、ロックエルいる。ちょ、ロックエルだけ引いて。アマルカ来い。アマルカの足の速さこういう時に役立つね。で、これで、で、入れていきましょう。ここまでクソ長かった、マジでえぐいって、マジでえぐいって。はい、オッケー。ここであとはあれですね、ディノピーがしばき回すだけ、他の恐竜を。オッケー。あー、大丈夫、テミチ上がった。オッケーです。なんかテミチ上がんないな、テミチ上がんなくなった。あ、これ健在にヘイト取ってる、なんかね、あのね、俺これ検証やってる時もあったんだけど、なんか健在にね、ヘイト取るんだよねこいつ、マジで。味方状態なのに健在にヘイト取るんだよね。だからそれがね、ちょっと良くない。そう、なんか外に出てんのにずっと変、あのトラップを殴ってることがあって、それがね、なんかね、やっててあったので、その時のタイミングはね、多分上がってないから、これよくねえな。ちょっと待ってね、一回ちょっと恐竜持ってくんのやめて。ちょっと待って、今やっても意味ないから、ちょっと待ってね。じゃ、誰かさ、持ってきて攻撃させよう。あのアマルガが勝てるぐらいのやつ、アマルガが勝てるぐらいの雑魚を持ってきて、こいつ突撃させよう。なんか弱い恐竜とかを当ててヘイトを移動させてみたいなのが成功すれば、打開策として現実味あるというか、再現性あるよね。次回も使えるから。当たってない。わー、これ難しい、尻尾に当てた。あ、上がった。オッケー。この作戦でいける。オッケー。この作戦でいける。オッケー。大丈夫。次から、あ、もう持ってきていいよ。オッケー。はい、いい作戦見つけました、私たちは。オッケー。ヘイトを、勝てそうなやつを持ってきて、移してっていうのが、最良の選択肢だ。あ、次テラバだ。あ、そこはまず、そこはちょっと、コンパウンド棒の出番。一応まだ HP 半分以上あるから、待ってね。オッケー。あ、ナイス。オッケー。これ難しいなぁ、一回。ドアフレームにしてみようか、一段だけドアフレームしてみよう。オッケー。あ、やばい。あ、やばい、ちょ、攻撃できないぞ、これ。待てよ。待てよ。ちょ、待って。攻撃できない。ちょ、やばい。ちょ、待て。いいね。回復し続けよ。ティラコは中に入れてね。お、とりあえず初めて 20% まで来たぞ。オッケー、これした。で、回復をお願いします。オッケー、ハングリーになったな、この場で。ちょ、待ってね。これさ、野生恐竜さ、ひたすら回復し続けたらどうなんの、これ。オッケー。で、攻撃モードになりました。オッケー、で、ここ多分当たってないよな。うーわ、熱いぞ、これみんな気をつけろ。あ、やばい。ちょ。しょうがない、これ殺そう。オッケー、で、手渡しテームになったから、これ近づけねえよ、これ。こんなんで手渡しテーム近づけねえよ、これ。バキバキやんけ。あ、ちょっと
このディノプテクスをちょっと回復してもらっていいですか。ちょ、手渡してくるんで。おんしょーす。オッケー。手渡した、手渡した。オッケーオッケー。あぶね。ふぅ。オッケー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。オッケー、37% まで来たぞ。これ、地獄みてえなテイムだな。あ、ちょっと待って、やばい。ティラコレオね。オッケーオッケー。ティラコレオ行こう。ティラコレオは、大丈夫か？あ、ちょっと待って、それは多いぞ、それは多い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 、それは多すぎ、多すぎ、多すぎ、多すぎ。ちょ、回復しといて、そこで回復しといて、回復しといて、こいつら全殺すから。うっ、あ、餌のタイムになったけど、ちょっと今無理だから、とりあえず殺すね。とりあえず周りほとんど殺すわ。一回殺そう。一回殺そう。ちょっと多すぎる、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 多すぎる。オッケー、オッケー。そしたら、多分今は大丈夫かな。とりあえず餌あげに行くね。オッケー。オッケー、50% 超えたぞ。あのフレンドリーファイヤーやったやつとさ、あとはさ、ダメージが 80% 以下で戦えませんっていうのが同じ赤文字だからさ、めちゃくちゃ分かりづらくてちょっとさ、あれだよね、一瞬困惑するよね。これめっちゃ大変やぞ、このテーブル。残り半分だ、55% まで来た。オッケー。最高。最高だ。このまま行こう。てか、ティラコレオこういう時にばっか高レベル来るな。いつもはいねえくせによ、おめ。ナイスナイス。ちょっとそのヘビ殺そうか。あ、フィード入った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 、フィード入りました。67%。オッケー。0.4% しか増えねえぞ、メジョベリーの手渡してめ。えぐい。これさ、キブリでやったら 10% ぐらい溜まんのかな ?3 倍とかで。だよ、70%突破。ほら、ここら辺のセーバートゥースは普通にぶん殴ってても上がってる。あ、150のセーバートゥースだったから今上がりが良かったのか。やっぱレベルによって上がり方変わるね。73% まで来たぞ、これ。あとは俺がフレンドリーファイヤーを失敗しないだけ。それだけ。あ、堂々デックス25個だから 4%。あ、1個 4% なの、キブル。えぐくない？えぐくない？ 4% って。謎だよね。あ、やばい、それ。あ、ダメ、あ、ダメ、ダメ、攻撃しちゃ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 ダメ。やばいやばいやばい、攻撃したらダメ、攻撃したらダメ、攻撃、ちょっと俺が引くわ、俺が引くわ。これダメダメ、攻撃したら味方のアマルガに攻撃しちゃったら同じことになるから。やべ、俺一回攻撃しちゃった。そのままさ、ヒコさ、そのアマルガ遠くに持ってってくんね。そのままさ、ヘイトもらってるから、そのまま遠くに持ってってくんね。オッケーオッケーオッケー。あぶねー。これがさ、またさ、事故るさ、あれになるからさ、やばいんだよな。寒波来てるやんけ、これ。やばまず寒いぞ。うわ、夜の寒波はえぐいって、これ地獄みてえだな。やべえな。まずちょ、とりあえず忍耐あげるか。俺の忍耐なめんな、マジで。オッケーオッケー、上がった上がった。ちゃんと上がってるよ。あと 26% ですよ、皆さん。あと 26% です。このティラコレオ高レベルじゃね？めっちゃ上がるよ、手打ち。135だった。高レベルティラコレオめっちゃ上がるな。オッケー、80% 超えたぞ。いいぞ、いいぞ。これさ、回復役、誘導役、キル役で、もうどんだけこれやばいの、このゲーム。やべえとこ狩るのいんな。これちょっと無理だわ、これ。あまりにも隣接してるから、どうしよっか、これ。これ山場だぞ、ここ。今めちゃくちゃ山場だぞ、ここ。あ、ここならいけそう。あ、今、あ、回復中止。今。夏くんのフクロウが死ななければいける。ちょ、待って、思考圏で殺す。やる。オッケー、これ、オッケー、オッケー、終了。やばいとこ終了。オッケー。あぶねえ。ちょっと待って、一回立て直そう。ナイス。ナツくんがいい感じに位置ずれさせたから、ナイス。ナイス。超ナイス。今の超ナイス。オッケー、91.8% まで来たぞ。92%、あと 8% だぞ。あ、アマルガ。おい、地獄みてえなテームだな、アマルガよ。なんだ、このアマルガとかいうテーム、マジで。フィードきます。オッケー。残りが、2.7%。97.3% です。残り 2.7% です。上がんないんだけど。上がんなくなっちゃった。あ、若干上がった。なぜ上がったんだ。はい。よくわかんないけど、とりあえずまた恐竜の供給を再開でお願いします。工場のライン、再開してー。オッケー、大丈夫。そしたら、待ってね。待ってよ。こいつ殺すわ。危ないから殺す。オッケー、大丈夫。きたー、テーブ完了きたー、テーブ完了きたー、テーブ完了きたー、きたぞ。
よう、ここ、あっべ、おぉ、えぐいって。はい、GG です。あ、ちょっと回復ストップでお願いします。さっきね、ゲットしたアマルガのサドルで、はい、来たぞ、これ。はい、おぉ、あ、ついにアマルガサウルス、デームしちゃいましたね。これなん、どうやってやるの？おぉ、いいね、いいね。これ、どこがあれなの？人に当てれんのかな、このか、ドーン。なにこれ、これ何人か乗れる、これもしかしたすごい、これなんかあれ乗れるの、え、それ乗ってる、あー、ただ立ってるだけか、あ、そうなんだ、オッケー、よかったわ、テレビできたわ。これダメージは受けないけど、あ、あったかくなるんだ、なるほどね、いいじゃんいいじゃん、きたー、ついに。おい、これマジでどんだけ、前回4時間、今回3時間、合計7時間のテーブ完了いたしました。